では3番にいきましょう。はい、こちらはママがお子さんのサポートが楽にというふうになっています、えっと。1番、2番でママがどんどん話しているママがどんどん興味を示しているお子さんの学習内容も分かっていてそれを受け止めることができているでお子さんに、えっと、英語をこうどんどん吸収してもらうためにアクションが起こせている。 こんな状態が続くと、お子さんのサポートって楽になっていくんですよね。どうしてかっていうと、そこら辺までの間に、お子さんに変化が生まれてるからですね。お子さんはママを通して英語が身近になってますよね。で、英語に抵抗なんかもちろんありませんね。そして、実際に英語を聞いて理解したり、英語を聞いて行動したりっていう、もう英語で、えー、物事を。 あの、処理しているっていう状態。で、そんな風になると、英語って分かって言ってるからこそ行動に移せるわけで、で、分かるっていう風になると、本人が安心するし、あ、僕分かる、私分かるっていう自信にもつながるんですよね。で、自信につながったら、えっゃゃこういう時はっていうような疑問が湧いてみたりとか、 あとは実際、あもうこれだったら知ってるもんって、少し得意げになれたり、であと、さらにもっともっとこんなこと知りたいな、あんなこと知りたいなっていう、やる気にまでつながっていって、すごくあのお子さんのマインドがあの上がっている状態を作ることができているので、そうなってしまうと、もうお子さんに、ああ、もうやりなさい、ちゃんと覚えたのできてるのっていう。 あのしっかりやりなさいっていう背中をこう頑張って押さなきゃいけないっていうところは必要もうなくなっていてあもう自分からい,いっちゃうし自分からやっちゃうしであとはああもう頑張ってるね嬉しいよっていうぐらいでサポートが済んでしまうっていうのってすごく理想的なことだと思うんですよね。でえー、この3番の番 例としてお伝えしたいこととしては、えー、ママがもともと、えー、お家で英語をあの取り入れたいんだけれども、まあ、なかなか取り入れることができていないというママがいらっしゃいました。でそんな時に、えー、お子さんにはできるようになってもらいたいという気持ちが強くてですね、なあの で家でなかなか取り入れられないけどでもお子さんにはやってほしいっていう気持ちがどんどん強くなってしまってお子さんが英語からちょっと逃げようとしたりちょっと後ろ向きになったりっていう時に、えー、ママが「なんでちゃんとやらないのしっかりやりなさい!」みたいになってしまったことがあったそうなんです。でその時にママはそれをこうさせようさせようっていうふうにしてしまって。 で声を荒げてしまった後に、ああ、なんかひどいこと言っちゃったな、責めるようなこと言っちゃったなっていうふうにして、あのご自身を責めてしまったっていうお話だったんですね。で、それってママもすごく悲しいし、お子さんもね,ね、お子さんに英語を楽しんでもらいたいという気持ちだったのに、お子さんが英語を楽しめることもなくなってしまいますよね。だから、どちらにとってもいいことがな,ないっていうふうになってしまうところだったんですが、 そんな中でやっぱりお子さんに楽しみながら英語をあのどん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 あのスキルアップしてもらいたいっていう気持ちでいらっしゃったのでではっていうことであのママに、えー、させていた私があの関わらせていただいたこととしてはママの方からもいろんなフレーズを知りたいっていうことをいただいてで私の方からもフレーズを、えー、お伝えしていったんですよね。 でそうすることによってあの普段の生活で実際に使える英語っていうのがどういうものなのかっていうのがママの中でまずクリアになっていったんですよね。でそうすることでママがあの迷いなくお子さんに発することができるようになったらお子さんに今度どういう変化が出たかっていうとお子さんがママの言ってることをまねっこしたりとかあとはあのママが一生懸命頑張ってるのを見て あのママに英語頑張ってねなんていう声をかけるようになったりとか僕も頑張るよっていう気持ちにつながったりとかあとはお子さんがママが頑張ってるのを知ってるのでお子さんが英語のレッスンで習ってきた内容を一生懸命ママに教えてあげるっていうような行動も生まれたようです。はいでえー、普段のの生活の中でお子さんもあの 知ってるものが目にを目にしたときにそれを英語で発してくれたりとかあとはママも当然それがお子さんに向かって言えるようにもなっていてあの親子であの会話が楽しめるようになったということをおっしゃっていました。はい、そそれれってすすごくあの素敵なことですよねでそれがどんどんん、あのー 英語の抵抗なんていうのもものもなくなっていくきっかけになるし、楽しむ元にもなるし、そこからもっともっと英語をあのブラッシュアップしていける大きなきっかけにもなっていくと思います。はい。で、えー、も,ともともとは先ほどお伝えしたように、ママがお子さんを責めてしまうやあのちゃんとやらないということで責めてしまうというようなこともおっしゃってたにもかかわらず、二、えー、ヶ月三ヶ月経過した後に。 お伺いした時には、そのそういうことが起きていること自体をママがお忘れになっているということがありました。あのもう全然そういうことってないですね。そんなことありましたっけというような感じでいらっしゃいました。でもう今となってはもうママ自身がやりなさいやりなさいっていうことはあの一切ないそうで、でお子さんがもう勝手に自分からやる気を持って取り組んでくれる。 とということでした。それで一緒にあのレッスンでやったことを復習できたり歌えたり楽しむことができているということです。はい、そういういいいになれたらすすごくいいですよね、はい。ということで、えー、3つに分けてママが自から話すっていうことはどういうことなのかそして話すことによってどういういいことがあるのかっていうのをお伝えしました。 ちなみに、これ、ママ、英語で話さないでとか、日本語で話してとか言われた方はいらっしゃいますでしょうか。えー、私もちらちらあるんですけれども、こういうときにあの、いや、ねま、ママが自ら話すっていうことだから、ひろこ先生言うから、話そうと思ったけど、英語話さないでとか、日本語で話してって言われちゃったから、もうできなかったですっていうことが起きるかなと思ったので、 こちらを用意してみたんですけど、もしこういうことを言われてしまった場合には、この、まずことが言えるんじゃないかなというふうに思います。私自身が話せるようになりたいから話してるんだっていうふうにすれば、なんかその、あなたができるようになってもらいたいから私が話してるのよ、あなたにっていうふうになるのとまた違いますよね。なんか、あ、ママはやりたいからやってるんだっていうふうになると、少しお子さん自身も あのストレスフリーになるっていうか,、ね、なんか自分ができるようにならなきゃいけないからどんどんママがこう、ね、あの浴びせてくるっていうようなプレッシャーはある意味なくなりますよねあのちっちゃければそこまで考えないかもしれませんけどねでもあのちっちゃい子ってあの何言ってるか分,分かんなかったりするとそれをこう食い止めようとしちゃうことってありますね分かんないからもう言わないでみたいなことってでその時にはあのそのね お子さんが受け取れないからお子さんはそういうふうに言うわけなんだけど、でもお子さんに言ってないんだよ。言いたいけどですね。っていうふうにすれば、あ、そっか、じゃあこれ分からなくてもいいのかっていうふうな安心にはつながると思うんですよね。その、本当はお子さんに話したいですけど、でもあの、自分自身が練習してるんだよぐらいの感じにしていれば、お子さんに対するプレッシャーは軽減できるかなと思うのと、 あと、実際それをこうママが話せるようになりたいから話してるんだっていう体で、ママがその、まあ、聞くっていう方もそうだし、何か教材か何かで聞くとか、あの何かこう YouTube でも CD でも何でも、その聞き流すっていうことだけでも、それって実際お子さんもそこにいたら、お子さんも聞いてることになりますよね。あのもちろん、集中して聞いてるとか、理解して聞いてるとかじゃないにしても、聞き流しているっていうことにも、お耳には届いてますよね。で そうすると、なんか意外とあの、聞いてなかったように思いきや、実は、あ、聞いてたのその言葉なんですけど、あ、あの時流れてたもんね、みたいなことってあるんですよね。はい。だから、なんかそれ、なんか何かをこう、聞いてで、ママも発したりとかするとあの、それって間接的にいい影響ってあるので、なので、ああ、もう言われちゃったから、じゃあもう話せないなーって、 いうふうに諦めちゃわずに、こういうタッチで引き続き英語をお家に取り入れていただくことって、すごく意味があると思います。はい。というわけで、えーおあの、いろいろお話をしてまいりましたが、ママ自ら話すとは一体どういうことかということを最後にまとめていきます。はい。まず、ママにとっては、 お家に英語を増やせるということに繋がりますよねそしてお子さんのスキルアップをまあ、自ら喜びながら支えていけるということですこれってお子さんのできるようになったことなんかもリアルタイムにあの受け止めてあげることができるしそれってママ自身も嬉しいことだと思うんですね でぜひ感じていただきたいしお子さんもそれを分かってくれたらすごく嬉しいと思うのでぜひ、えー、お子さんの成長を一緒に喜びながらそして支えていっていただけるといいなと思います。そしてお子さんにとってママが自ら話してくれることっていうのは英語がより身近になることですそして英語に対する意欲や自信が倍増することです。 そして英語力の定着にもつながります。そして英語を話せる最短コースというふうに書きました。やっぱり身近なママがいっぱい英語を使ってくれることって英語をどん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 あの取り入れていく自分の中で使っていくきっかけがどんどん増えるっていうことですからね。そしたらやっぱり英語を話すっていうことにつながる一番早いコースですね。 以上、えー、ママ自ら話すということを先日の動画でお伝えできなかった部分も含めて、えー、お話をしてまいりました。はい、こちら、えー、今後もメルマガの中でも、えー、またいろいろ別の、えー、視点でもお伝えをしていきたいというふうに思っておりますので、えー、メルマガのご登録がまだの方は YouTube の動画の下の説明欄概要欄のところから ぜひご登録をいただきさらに詳しい内容そしてもともとお家で英語を取り入れることができなかったとおっしゃるママがどうやって2ヶ月3ヶ月でお子さんと楽しく英語を使えてお子さんの英語に対するやる気がアップしてママもお子さんの成長を嬉しく見ることができるようになっていったのかというようなお話もどんどんしていきたいと思います。はい。 それでは、この間の動画の今回は1番をお伝えしてきましたが、2番、3番についても近々また公開をしていく予定でおりますので、お楽しみにしてください。またお会いしましょう。ありがとうございました。